いかなる神とお申しですあれば相撲我が名は義の神猿大彦の大神と名乗るも相撲それがしなり今が今日に起きそうらいてはご当社神明の渦の見舞いに立って氏子にかかる災難の悪魔笑いとは相撲それがしなり
ちわけにわけしあえぐも。Thank you.
すくがくなりがたし一寸の行員からんずべからず時の歌に湧く油断すなえ月日の経つのは早いものへ死にる日は飛び帰らず抱かれてその気になった。バカな出会いが離婚には飽きて寄せばいいのに一目ぼれちゃった何はあぶしだよ女の人生いやありがとういやありがとうもう盛大な拍手をいただきましてあそこ御礼を申し上げますいやよく生きてもらって今日はざっとなあの抽選で当たった人とは2万人から3万人ぐらい来たりありがとうございますなんでございますのあの三原の方からあの甲子園の高校野球の応援で貸し切りバスをチャーターして後悔で言うにさったんじゃがの抽選だったその邪魔しちゃげんけいうことで諦めちゃったいうて聞いとるんでかんさまあ今日はよう来ていただきましてありがとうございました大体神楽の好きな人はあのこういうの見に来てくれてんでかんすよへでの大体二通りあっての神楽の好きな人はあとそれから今度は家におられん事情の人がの神楽見に来てくれてんでかんすよまあ皆さんは神楽が好きな人でございますけさっきの挨拶にありましたように一回神楽見てもらったらのなんでございますああ3年長生きしますけどああ笑うて気をつかせよあそうそう笑うどんどりようぜなんかうちの旦さん見てなかったお兄ちゃん見んかったあのオリンピックおっさんみたいな服着ての小派手に刀をさってパー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 迷っちゃったら知らんダンサーとか今日は LA に行かないけん言うて焦ってきたのにダンサーよダンサーあだだんがだんだんだはいはいあだだんがだんだんだ皆さん一緒にあだだんがだんだんだダンサーあだだんがだんだんだじゃあまた来週よろしくお願いいたしますありがとうございますありがとうございました何がまた来週とか帰ろうか思うた今
今出たばっかりだろ。今出たんだけど、サンテンサランゲイ。サランゲイってものを、わしはさっきから、さっき来て待ちょったの。待ちょったの。待ちょった。わしもの、遅れたもって、新幹線乗ったんだけど。新幹線、そこまで良かったよ、三原が新幹線乗って。お前新幹線来たんか。わ、新幹線来たんや。で、でも、広島で降りようもって、あの、目が覚めとったんだけど、ファイターの方で寝るとどうなってんの。新岩国まで行ってしまうての。新岩国まで行った。そうそう、それから後戻りしたんでかんすね。後戻りしたんか。タクシーで後戻りしたんやろ。タクシーでや。タコついたよ今日は。タコついたよ。お前ヨーマンに会うためやろ。ヨーマンに会うため。焦ってきたんでかんすね。まあ、みさかの、なんだろうが、そりゃ何をつけとるんだよ今日。え、何をつけとるん今日は。の、なんじゃ言うても、あれ皆さんの前での失礼があっちゃいけんけ、マスクとソーシャルディスタンスで 3.5 メートル離れないけん言うて、これをつけてきたんだ。ソーシャルディスタンス、これをつけとあれは接中があすけの、それはつけとるけん接中。そうそう、さっきここやってのどっからどっかどっからどっか思ったんだよ。ちょっと取らんと思ったんですかの。それは取っての、まあおめえはええや、面つけとるけん。そうそう、わしがすりゃええぐらいこと。そうそうそう、旦さん今日どうしたったの。ええー、あの服装で今日はこれは一丁らじゃな。一丁らいうことはいつも着とる方が。これはこれはユニクロの。ユニクロじゃな、おや。えこれはあやま衣装よ。衣装、は、今から島村も言いますよ。いや、まあ島、まあそこらの。ヘッド出さんの。出さんだ、はは。これも作ってもらおうと思うんだよ。あ、そうやの、まあ、へちゃんがの、なんだろうが、こうやっての、出させてもらおうての。そうでますの。の、コロナの中での、なかなかこういうこともないんじゃが、出させてもらおうて、こうやってワイワイ酔ってもの、誰が出たんだろうかと、まあ皆さんがの心配しょってだろうけど。そうそう、この間開催した嵐の相葉君よの、あれと二宮君が出とるかもでもろちゃいけんけの。これあどっちが相葉君で、どっちが二宮君で。ダンサーの相葉君が年を取って目尻がちょっと下がってる。年を取ってもダンスマーガーが。あ、そうやの。いや、じゃあお前が二宮君。そうそう、二宮君。あれは二宮君がわしに取るって感じよ。二宮君がお前に取る。いやいや、もうないよ、じゃがの。そう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 。まあ、じゃがの、誰が出とるかわからんけど、こんな一つ、わしが名乗りをするけえの。その後で、お前も名乗りをせ。わしも。うん。ダンサーついでに扱わされ。ついでにいいことあれやつ。ついでにいいこと。名乗りじゃんけの。自分のことは自分でせねえ。自分でせねえ。うん、そうでございますの。お前じゃけど、黙って聞きおれ。黙って聞きおれ。うん、黙って聞きおれますの。そもそも神前に住みでたる、それがしと申するは、神の始まりで神の十二代、慶光天皇第二の王子、大和武尊の御事とは、そうもそれがしなり。おい。ほれ。あれ、どうした。あれ。尿るんじゃないかろうな、お前。猫まうちに目が覚めたってこと。猫まうちにいうことがあるけ、お前。ダンサーもう済みそうだった。もう済んだいうことやな。すまん。おい、わしは。続いて、いでし自らと申するは、ダンサーのところに長いこと使えとる、三吉なり。いや、ありがとう。やれ、ようやったの。ありがとうございます。そうや、僕は拍手もらったのは初めてじゃがの。いつもはの、パラパラの拍手じゃがの。パラパラの拍手じゃがの。せちめにあんじゃの。そうそう、ええお客さんでございますよ。お客さんじゃ。ありがとうことでございます。そりゃいいが、はの、はようやったのってお前自分で言っちゃいけんわ。あら、自分で言うもんじゃな。おい、誰が言ってくれてん。誰が言うても、こうやって見てくれての方々から、ようやったと、こういう言葉をもらわにゃの。なるほど。いけんのよ。うちの子じゃ誰も言ってくれてないけんの、自分が言わねえけんことになったら、これがセルフサーカスいうことになってるから。サーカスやな、セルフサービス。あ、サービスやな。あ、そうそう。お前いちいちみんな直さねえけんの。そうやの、小学校出てばっかり出ますけど。出たんかい。出たんじゃけんの。出たらもうちょっと しっかりしてくれねえけん。そうやの。前での、こうやってお前に出てもらったのは他でもない。近頃の世間をにぎわして災いを及ぼしとるの、新型コロナウイルス。あのかの有名な新型コロナウイルスやの。新型じゃない、新型や。新型
うん、最近じゃあの南アフリカの方からのオコロンガ株とかいうオコロン株いうんですかね、どうですかの、オロロン株いうんかの、あれなんかの新しく来て困っとる人からに厚生労働大臣が寄り去ったの。いたしいことよな。一生懸命よう思ってよるじゃないか。そうどういう茶の顔で新幹線あれはオミクロン株や。オミクロン株ダンサイを知っとりざるの。知っとる言うてもの、なんだろうがコロナ の新しいウイルスということでの、そうウイルスもおめえは13代目ぐらいじゃないか。13代目や、うん、デルタが入りましたけど。そうの、まあそうやってのいろいろと災いが起こっとると。災いが起こっとる。この災いをの沈めてくれということで、広島県知事湯崎さんの方から命を受けての。ありゃ、この後当選審査った知事選で、命を受けて湯崎さんの方から、広島場の竜王山にの岩屋を築いておるな。大鬼この大鬼がのコロナウイルスの根源じゃということで、ありゃ、これを退治して、コロナウイルスを沈めてくれと、こういう命を受けた。県知事の湯崎さんから。おや。旦さんに。おや。まあ、ダーチなんかもええ、頼んでもつまるまあだの。ダーチがあかんもねえことがあるきゃ、俺。そうやろ。人が聞いたらほんまそう思うが。そう、知っとる方がまたか思って。何言うよ。あれ、いや、旦さんたちが気にされてるの。たちが言うのも聞いたことはないが、まあそういうことよ。じゃあコロナウイルスの人間の大鬼を退治に行くんでかんすか。そうそういうことでの、お前に出てきてもらおうたと。じゃあ、頑張ってください。頑張ってください。頑張ってくださいってどういうことね、お前。わしは新幹線で帰って。何を。ようお前はタクシー乗ってきたんだろう。そうよ。いや新幹線の贅沢なことだよ。そのことはの、まあ置いていての、お前もの、ここへ出てきてもらったということでの、この退治に、お前も一緒についてきてもらわなきゃ。手越せにゃいけんの。俺はそうや。下車がの、わさこなだの柿の木から落ちての、柿の木から落ちた。背中と顔を打っての、このええ顔が台無しになったんでございます。ひどかっちゃおらん。柿の木から落ちたんか。そう、柿の木から落ちた。いつ落ちたんだよ。え？いつ落ちたん？3年前に落ちたんだからですよ。3年前。でもじゃあ去年ら今年らあれだろうが、柿の木登ったんだろう。登ったんだけど、今年は柿がならんかったっけ。ならんかったっけ。柿の木登って栗を燃えたんだからですよ。なんのへんじゃあの、3年前のことは治っとるわ。治っとるの。そんなことは心配せんでめえ。ついてまいりますよ。こんなの、じゃあの、今から、コロナ退治の、竜王さんへ向けて出発するわけではあるがの、出れば出歌と言うて、勇ましい歌うとての一つ上じゃないか。かしこまった存じまする。やーり雨は降る、滝もな濡れるし、日はもう吠えぬ、背なのがきゃなくし、ずろすがずる。やれ、行きまよ。あれ、なちゅうたる歌やるんだよ。あら、旦さん、今ずろすがずるでございます。あさましい歌うとでどうや。あさましいじゃない、勇ましいじゃん。あさましいじゃない、勇ましい歌や。やはり急ぐには風の袴に竜の駒、東下りを道連れにする。急ぐが早いものじゃない。竜王さんのふもとへのたどり着いた。ここは竜王さんのふもとどこだ。やれやれ山深いところでございますの。山深いところじゃがの、まあ見てみ、もうの日は星座に傾いてきた。そうでも苦労なりましたの。苦労なってからの、山への登山の登るということは、これはのなかなか危険を伴うということでの、怪我のもとへの、そういうことよ。ここでの一つ野宿して、明日の朝の早うに行こうじゃないか。
はい、ここに野宿する。うん、まあ、外へじゃが、霊感の意味はサーブがあるぜ。サビーかの。はあ、はあ、あまあ、サビんじゃが、はあ、我慢する。今日は我慢して。はあ、はい、じゃあ、ちょっとの宿へはーての旗子でコンパニオン入れて、ちょっとパーッとやって前夜祭で行きまよ。そりゃ、帰ってからすりゃ。帰ってからすりゃ。はあ、はあ、今日住んでからな。はあ、はあ、住んでからな。あまあ、そういうことで、はあ、あこんな一つの、はあ、あここで、はあ、お宿する系の、はあ、さんについてまいれ。はあ、かしこまった。うん、取るぞ。Thank you.
秋の広島龍王山のふもとにて田舎娘のお園と申す者なるよ。これに出でしは他ならず、これなる龍王山と申するは、ここを根城となす万民を苦しめる大鬼神あり、これなる大鬼と申するは、年々のことなれば若い娘をば生贄にと愛なしたに、本年は自らのこととなりぬれば恐ろしきこと限りはなし、なれども村人のためとのことなれば覚悟を定めて心細細この山登り申すよの。今からの、はあ、あこの龍王山の、はあ、高山でかそうこの山をの、はあ、あ刺して、はあ、登っていけの、はあうん、ついてまいれ、はあ、かしこまりまする。若娘さん、あらがきゆいにいたな。かわいらしい娘さんが泣きおりさるよ。お前、よう見とるの。ああ、顔だけの。あが似とったか。ああ、似とりさす。まあ、じゃがの。若娘がの、何か悲しんどる。そうやの。うん、お前言っての、ちょっと話を聞いてみ。わしがの。うん。若娘さんはいつもダンサー専門でましょう。流れたやらへんぼりやら。あ知らんところじゃけへんが。ああ、おくれ、言っちゃけ。あ、じゃあちょっと行って聞いてみますか。はい、行ってみ。まあまあ、綺麗なお姉さん、どうしちゃった？ようこそお尋ねくだされた。ああ、自らこの山ふもとのお園と申す者なるよ。かくかくしかじか心ぼそぼそ登りしが恐ろしきこと極まりもなく、どうしたん嘆き悲しんでそろよ。かわいそうにのやれやれ。あれあの娘さん、へじゃあの安心しさわしがの旦さんとか言って、あの訳を払うてのなんとかしてもらうけ、安心せんよ、町にさよ旦さん。なんということでございます。どうしたんねおことやなんねや。庄屋の娘らの、うん、お園さん言うて、うん、あの赤べぴさんがのお園さん言うて、そうそう、うん、この竜王山に住むあの大鬼のの大鬼大鬼のの、うん、大鬼のの、うん、あの生贄にならないけんのじゃ言うて。そうそう、毎年若娘をの生贄にこう献上しよっちゃったんだ。そういうことか。
わしの番になっての、うん、心細くて泣きおる言うても。あ、そういうことか。それならの、どがんする言うてもお前は何だろうが、今からのその大記事、大仁の退治をするためにわしらが来とるんだよ。そうやの。おそういうことでの、娘さんには訳を話して安心しての、この山を降りて地元で待ちおれと。ご自宅への。そういうことでの、娘に伝えて、ほうじゃの、まあ帰りに何ぞあってもいけんけの、お前が娘さんとの一緒に治療でのこの山を降りて、阿部津区で降りるの。別つくいうことはなあが。いやいや、お前何を考えるの。間違いが起きちゃいけんかの方が。間違いがお前が起こすんだろ。あ、そうやの。いやいや、え、でのまあそういうことだよ。まあお前が連れて降りちゃうんだが、まあなんだろう、力を落としとることだけど、背負うての、背負うてりゃいい。背負う言うてもらえ、前へ背負うんでございます。僕知り背負うなんすか。前へ背負うて、お前どうやって背負うんだよ。いやいや、どうやって痛しいの。そうだろう、背負うな、後ろ背負う。後ろ、後ろやろ。じゃあ後ろやったらこの手はどけ行くんでございましょうか。そがんとこまでの、気にせえでも。気にせえでも、はあ、お前が気にする気いけんの。いけんのよ。はぁ、あ、わかりました。うん、じゃあまあお嬢さんを連れて、ふもとのご自宅までお送りしますけれども。送っとけ。頑張ってくださいよ。よっしゃ。はいはい、じゃあお嬢さん。あればそれが人もするわ。この山の基準をさせている佐久間様や当存寺僧。前へと到着いたしも末候。岩屋のうちに訴え申すにて候。岩屋のうちに訴え申すぞ。何をありてきたりで候や。何もそれがしと申するは慶光天皇第二の王子大和尊の御事にて候をそれがし岩屋崩しとまいた。そうそう表に立って勝負いたしませ。慶光天皇第二の王子大和尊の御事にて候が、いかにも何時ごとき若輩者が向こうたとて、何皇帝称賛の見込みはなし。なんと物に例えて申すなら天の高さを知らずしてわずか三寸の筒先小鳥とも同様なり、また海の広さを知らずしてわずか一畳の網にかかりし魚もクズも同様なり、行き着くところも最後となし、いざ一戦取り組みを勝負。